はい、どうもさん、こんにちは。ゆずいこです。それでは今回なんですけども、AUPay カードが届いたらやるべきことということで、今回は AUPay カードに関する情報ですね。この動画では、AUPay のクレジットカードを作成された方が、届いたらやるべきことや、あとはですね、キャンペーン期間中に作成された方がやるべきことを含めて3つにまとめました。ちなみに前回の動画でお伝えしきれなかったことが1つありましたので、それも含めて、ぜひ最後まで楽しんでいただければなと思います。それでは、行ってみましょう まあ今回の動画に関しては、こちら以前ね、アップした AUPay カード特典熱すぎっていう動画アップしてますんで、そちら見ていただいた上で、今からの動画を見ていただければ、すんなり内容が入ってくるかなと思います。で、早速ですね、僕も本日 AUPay カードが届きました。いや、ほんとね、実際こう審査が通るかドキドキしてたんですけども、なんとか通りました。まあ、カードの剣面の特徴としましたら、普通の AUPay カードになるので、シルバーの デザインという感じで結構シンプルなデザインですね。触った感じは結構ツルツルしたような剣面です。で、見ていただいたらわかるように、非接触決済は不可ということで、あのタッチ決済のマークがないんですよね。なんちゃらマーク。ですけども、Apple Pay には登録ができます。なので Apple Pay でクイックペイで決済したい場合はね、こちらの方法で決済することができます。で、早速今回の本題です。auPay カードが届いたらまずやるべきことを確保キャンペーン含むということで、 僕の方で3つにまとめました。で、まず1つ目なんですけども、3D セキュアの設定ということですね。これはもう誰しもが共通する設定なんですけども、この 3D セキュアっていうのが、第三者に不正利用される危険を未然に防ぐためのサービスということで、セキュリティ面を強化するための設定ということですね。で、なんでそれを最初に持ってきたかと言いますと、僕このカード届いた瞬間には AUP さん高にチャージしようと思ったんですよ。今回のこのクレジットカードを使って。ですけども、ちょっとチャージができないという風になったんですよね。まあ、それがこちらの画面なんですけど、 けどもエラーが発生しましたということでこちらのメッセージご入力いただいたクレジットカードは本人認証サービスに対応しておりませんご利用条件をご確認の上本人認証サービスに対応したクレジットカードを登録してくださいという風にメッセージが出ましたまさすがにねこの AU Pay のクレジットカードに関してはおそらく本人認証サービスがあるだろうなという風うに思ったのでまあ今回はねこの設定をすっかり忘れていましたんで早速ね 3D セキュア設定してみたいと思いますまずは AU Pay カードを持たれてる方であればマイページを開いていただきます。 画面を下に下がるとですねいろんなメニュー画面があるんですがここに本人認証サービスを利用するっていう項目があるのでここをタップしてくださいそうするとここに本人認証サービスを利用するという項目があるので早速登録するをタップしますでもろ諸々ねクレジットカードの情報を入力していっていただいて 3D セキュア専用のパスワードを入力してくださいで確認画面が出てきますんでこれで問題がなければ OK をタップしていただくとこれで本人認証サービスの登録が完了という流れになります設定としてはめちゃくちゃ簡単ですね ま、さすがにちょっと AUPay にチャージができないので焦ったんですけども、もしカードが届いたら 3D ュアの設定をまず最初に行ってください。で、次2つ目に関しては AUPay にチャージっていうことなんですが、この2つ目と3つ目に関しては、新規で作成された方がですね、対象となってきます。まあ、新規でね、発行された方の、ここの特典1のところですね。AUPay カードで AUPay 残高へのチャージを行うと、最大3500ポンタポイントまで10%還元ということですね。まあ、前回お伝えした資料をそのまま引っ張ってきたんですけども、入会から最大 6ヶ月間 AUPay カードからの AUPay 残高へのチャージが通常ポンタポイント1%還元のところ10%還元上限は3500ポ,ポイントということで,でこちらはですね通常ポイントが1%でプラス新規入会特典として9%が加わりますなのでカードが届いて最大6ヶ月間の間に AUPay で 3万9000円分チャージをしたら上限の3500ポンターポイントに到達するということですね。なので、1ヶ月あたりの計算で、まあ大体6500円ずつぐらいチャージをすれば上限に到達するということになります。ですけども、今回僕はですね、まとめてこの3万9000円分をちょっとチャージをしてみたいと思います。ちょっとそこには理由がありまして、これはちょっと後ほど解説します。で、早速ね、a u ペイのチャージの画面まで進んでいっていただいて、 今現在はこの3万円という風に出てます。で、ここで早速チャージするっていうところをタップしていただいて、で、先ほどね、設定したこの 3D セキュアがここで関わってくるんですけども、AUPay カードで登録された本人認証サービスのパスワードを入力してくださいということで、ここに先ほど設定した 3D セキュアのパスワードを入力します。で、送信をタップして、そしたらうまくチャージがされまして、3万円が追加されてると。で、今回はね、3万9000分チャージをするので、先ほどお伝えした3万円に含めて3000を3回チャージをして、これで3万9000分 がチャージされたということになります。 で、なんでまとめてですね、39000分をチャージしたかっていうことなんですけども、まあ、それがこちら次のキャンペーンにかかってくるんですが、aupay カードをセットで最大5000分プレゼントっていうキャンペーンなんですけども、これは au の自分銀行と aupay カードを持ってる方が限定となってきます。で、なおかつね、支払い口座に設定をしていただくっていう必要があるんですけども、それがこちらの特典1なんですが、初めて定額自動入金サービスご登録で現金最大1500円プレゼントというキャンペーンですね。で、この定額自動入金 入金サービスってなんぞやっていうことなんですがまあ、こちらの資料を見ていただくとなんとなく分かりやすいと思うんですがまあ、簡単に言うとその他行から AU の自分銀行に手数料が0円で入金がされるサービスということになっておりますまあ、これちょっと分かりやすい動画がですねこのキャンペーンページの中にあったのでそちらをちょっと参照させていただいたんですが毎月ですね6日または26日に口座引き落としが設定できるんですけどもそれが手数料が0円で AU の自分銀行に4営業日後に入金がされる ということになります。しかも、一回登録すれば、ずっと自動的にね、他校から AU の自分銀行にお金が入るような設定ができると。それが今回のキャンペーンでは、設定入金額に応じて現金をプレゼントということで、二つパターンがあるんですよね。二万円から四万円未満の場合は千円もらえて、四万円以上の場合は千五百円がもらえると。なので、僕は今回この四万円以上に設定して、千五百円をもらいたいなと思いまして、そうすると先ほどのね、情報と関連してくるんですが、まあ、AU ペイ残高をチャージしたついでに千五百円分がゲットできると。 ということですね。まあ、先ほどはね、39000円分しかちょっとチャージしてないんですけども、まあ、それ以降ね、AAP カードを使うタイミングがあるので、 ま、このままの状態であれば、4万円未満になるので、もうちょっと、ま、動画外にはなるんですけども、プラス3000円ぐらい使って、この条件をクリアしたいなというふうに思ってます。で、この定額自動入金サービスの設定方法なんですけども、ま、このキャンペーンページにですね、画面を下に下がっていただくと、ここに定額自動入金サービスのご登録はこちらというのがあるので、ここでログインをタップします。そしたら、ここに定額自動入金という項目があるので、ここをタップします。そうすると、ま、画面をどんどん進んでいくと、ま、入力画面に進んでいくんですが、今回僕はですね、 月26日っていうところに引き落とし日を設定しましたこれは他校から au 自分銀行に引き落としする日ということですねなので引き落とし日が今日設定したので2021年の2月の26日に他校から引き落としされるとで au 自分銀行に入る日が2021年の3月の4日になるとで au ペクレジットカードのですね締め日がで毎月15日で翌月の10日に引き落としされるのでその紹介されてた動画でも言ってたんですけどももし au ペカードと連携して使われる場合はこの 設定の方がいいで、すよという風にに言ってたので僕は今回引き落とし日日を毎月26日に設定しましまたで設定の確認ができましたら次へ進んで他校との連携を行ってください。で、もろもろの連携が進むと、ご覧のように定額自動入金サービスの登録が完了しましたということですね。で、一つ注意点ですね。利用頻度が少なくなった場合、設定の解除を忘れずにお願いします。まあもちろんね、自動入金サービスでずっと入金されるのでが問題ないという方がいらっしゃいましたら、もちろんそのままでも OK なんですが、ちょっともうほとんど使 使うことがなくなったなとか AU の自分銀行の利用頻度が少なくなったなっていう場合は簡単に設定の解除もできますのでそれは忘れないようにお願いします以上が2つ目の AUPAY のチャージについてでしたで最後3つ目公共料金に設定ということでまあ、こちらもね新規入会キャンペーンに関連するんですがここの AUPAY カードで対象の公共料金の支払いまたは ETC カード新規発行ご利用で3000ポンタポイントがもらえるとで対象の公共料金の支払い方法として電気水道であったりとかあとガスはご覧のようになっ ってますんで、まあ、僕のの場合は吸収電力ととかががあるるで、まあ、それれに設定すれば3000ポンタポイントがもらえるということになりますでここまでが AUP カードが届いたらまずやるべきことということでお伝えをさせていただきました。でですね、以前の AUP の動画でお伝えし忘れたこと、まあそんなに重要じゃないかもしれないんですけども、これは知っていた方が結構お得かなということでお伝えしたいと思うんですが、それがこちら、AUP カードの正規予定額にポンタポイントをですね、充当可能ということですね。まあ、多分知ってる 方も多いと思います。すでに使われている方はもちろんなんですが、で、充当できるポイントなんですが、100円単位で1請求ごとに月に2万円まで設定することができます。なので、かなりね、ポンタポイントを持っている方であれば、まあ、こういった方法も利用ができるということになるので、まあ、かなりね、効率よく AP カードを持っている方であれば、ポンタポイントの消化ができるのかなというふうに思います。なので、あれに近いですよね。あの、楽天カードの楽天の通常ポイントを請求に当てることができるっていう、まあ、それに近いと思いますんで、ちょっとポンタポイントの消化に困ってるなという方がいらっしゃいました。 したらこらの AU ペの AUP クレジットカードででね請求予定額に充きますすんで是非こちらも参考にしていいただければと思いますまあ、そんなこんなで今回は AUP カードが届いたらまずやるべきことについて簡単ではありましたけどもまとめさせていただきました。まあね、久しぶりにちょっとクレジットカードを作ったので審査が通るからかなりドキドキしてたんですけどもまあ無事に通ってね、設定もできましてまあ今後は普通に AUP のキャンペーンとか AUP のコード決済と合わせて使っていこうかなというふうに思っております。まあカード圏面にちょっとタッチ決済がないのが悲しいんですけどね。まあいずれまあ今の 時代だととと出出てててくくるるるのかなといいいうに予想はししんででですすが早段階嬉よねで一応ですね、もし作成検討されている方いらっしゃいましたら、これ前回の動画でもお伝えしたんですけども、今現在ですと、ポイントサイトのハピタスっていうところを経由して AUPay カードを作成した場合、2月13日17時現在であれば、5200円相当のポイントをもらうことができますんで、もしね、作成検討されている方は、ポイントサイトハピタス経由で作成された方が、かなりお得なのかなというふうに思います。で一応ですね、ハピタスの登録窓の方いらっしゃいましたら、こちらも概要欄に貼ってますんで、 最近なる方はぜひチェックしてみてくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました